艦練習航空巡洋艦ゴトランド出撃します。たどうも、小林です。今回はクリスマス限定任務の3つ目、聖夜の翼出撃せよの任務攻略です。昇格、随格、早水の3隻、または鈴や熊のゴトランドの3隻を編成して、2の4、3の5、5の2を各2回 S 処理で達成です。鈴や熊のは、これは軽空母でも高巡でもどちらでも OK になっています。ではまず2の4なんですが、ルート固定ができないので、ボス到達率の一番高い軽空母1、軽巡1、駆逐2を編成してます。軽巡枠はゴトランドですね。で、軽空母を鈴矢か熊野を採用することで、残り駆逐2隻編成で到達率が高くできます。そして自由枠には空母を編成するのがおすすめです。ただこれが組めない方でも、軽空母1、駆逐1だけでも、7割でボスへ到達できるので、難しい場合は指定艦3隻プラス軽空母1、駆逐1を編成するようにしましょう。五光船の子なんかと一緒にしないで。敵を見つけたわ。攻撃準備に入って。みんないい？みんな優秀な子たちですから。うわっ、キモ！何をするんですの？有効かな。お願い。野戦、どこかのバカが好きでし。やめてったら。しよし、一気に畳みかけるぜ。有効かな。お願い。この飛行甲板汚さないでいただきたいですよ。来週一食に心配いらないわ。さ、甲斐鈴矢型の出番じゃん。海藻航空巡洋艦鈴矢、いくよ。次が3の5です。編成条件上、上ルートでの攻略になるので、どちらの条件の編成でも攻略できますが、早水が脆いので、鈴や熊野を高順、そしてゴトランド、空母の3隻の編成が安定かと思います。高順には3式弾装備で北方赤マス対策。ゴトランドは固有対空カットインがあるので、必要なら対空カットイン装備に。空母は道中航空優勢を取れるようにしておきたいです。今回紹介している編成だと、全マス制空確保ラインまで制空上げているので、これは過剰なんですが、まあ、航空優勢を取れるようにした方がいいですね。もし早水編成をするなら、指定艦以外を空母、潜水艦2隻にして少しでも攻撃がいかないようにするのもいいかもしれませんね。最後5の2ですね。5の2は早水、昇格、随格での編成攻略です。中央を抜ける場合は駆逐2隻と高速統一が必要なので、早水を高速化してます。で、残り1隻は戦艦を入れて火力役を増やしてます。下ルートでもいいなら、駆逐を戦艦と従順艇に変更もできますね。正直、鈴熊、ゴトランドに昇格、随格と戦艦編成した方が楽かもしれません。航空隊
破壊始め。下がりませんよ。そこです。そして最後に任務達成報酬です。選択報酬は2つあります。1つ目はまだ活躍がわからない新山があります。そろそろ出番が来るかもしれないので、持ってない方は新山の方がいいのかもしれないですね。新山が不要であるなら回収が大変ですが、ジェット機になる姿勢経営の選択もありだと思います。2つ目は熱式エンジンがあるので、姿勢経営を更新するなら熱式エンジンを入手しましょう。そうでない場合はお好みになりますが、他の2つは別任務で入手できるので、レア度的には熱式エンジンが貴重ではあります。一応個人的には、新山はイベント報酬2機持ってるので、姿勢経営を選んで錦園寺を選んでます。それでは今回の攻略は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よろしくお願いします。